ステーションに今で看板があるかあれですね、マーフィーステーションにいます。で、私はね、今から、ピータールーガーっていう有名なステーキ屋さん、まあ、ニューヨークでね、一番と言っていいほどの、有名なステーキ屋さんに行きます。今駅にちょうど着いた状態なんですけども、残念ながらね、雨が強くなってきましたね。先ほど同様ウルトラライトダウンを着てちょっとしのぎならね、行きたいと思います。それでは行きます。最終日でちょっと傘を買うのでバカバカしいんで、ちょっと残念なスタイルですけども、ウルトラライトダウンフードを着てね、行きたいと思います。で、今駅を出たところで、ルートとしてはもう駅を出てね、そのままずっとまっすぐ行ってって感じですかね。で、看板が見えて、見えますかね、看板がピーター・ルーガー、あれ看板なだけであって、実はそのビルじゃないんですよね、ピーター・ルーガーのステーキハウスが。私も最初あそこだと思って、あそこの下に行ったらですね、あそこじゃないんですよね。この通りなんですけども、まあちょっと見ていただけた方が分かりやすいかなと思います。朝早い時間帯はね、そんな雨強くなかったんですけどね、この時間になって今ちょうど11時半ぐらいなんですけども、ちょっと強くなってきちゃいましたね。で、このピーター・ルーガーのね、紹介しておきますけども、ここはニューヨークでね、ナンバーワンと言っても過言ではないぐらいの有名なステーキハウスです。もちろんガイドブックにも絶対載っています。で、こちらお店ね、すごい人気店でなかなか入れないって結構雑誌とかにも書いてあって、まあ、もちろんそうなんですよね。で、じゃあ予約しようと思うと、これインターネットのウェブ予約受け付けてないんですよ、このピーター・ルーガー。ですので電話だけなんですよね。電話、この時代に電話だけということなんで、じゃあ電話するかって国際電話かけようって結構レベル高いじゃないですか、ハードルが。ですので予約しなくてもね、入れる方法を紹介いたします。まず土日は絶対行かないでください。土日は予約なしで行っても絶対入れないです。私一回どうなんだろうと思って行ったんですけども、土日にチャレンジしたことあるんですけども、もう入った瞬間に予約のみだよって、じゃあねみたいな感じで追い返されました。ですので、土日は突撃しないでください。平日の今回はちょっと試す意味も込めて開店間際に来てるんですけども、開店間際が入れるかどうかはちょっと分かんないです。ですけども、基本的には平日の、ランチタイムを外した2時とか3時とか、そのぐらいの時間帯であれば予約なしでも入れます。私もう 4,5 回行ってますけども、基本的に10分15分とかで通してもらいました。ですので平日の時間帯の2時から3時が一番の狙い目です。もし今回ね、私がこの開店間際で入れればこの時間帯もおすすめするんですけども、お店着きました、並んでますね。ですので並んでますので
まあでも開店間際なんでね、帰れるかなと思うんですけども、ちょっとこればっかりはわからないですね。まあ多分大丈夫だと思うんですけどね。でもう一つ予約方法としては、プラチナカードを持っている方、アメックスプラチナなどですね、そちらを持っている方は、コンシェルジュを通してね予約することができます。そういう予約の仕方もあります。まあとりあえずお店着いたんでね、ちょっと開店まで待ちたいと思います。ある程度あったかい方がいいんだったら、ミディアムの方がいいと思います。
わざわざこれを食べに来た回があったっていうぐらい美味しいですね。こういうステーキソースもありますので、ね、ちょっとそのまま食べるので、ね、味を変えたくなったら味を変えることもできます。ちょっとつけて食べてみます。ケチャップがベースになってるソースですね。また味が変わったね。美味しいです。でこのステーキフォーチューっていうのはサーロインとあともう一個の部位ちょっと出しておきますが、同時に食べれるということで、まあ、基本的に一人で頼む人いないと思うんですけども、2人以上で来る場合はね、こちら頼むことをお勧めします。まあ、2人でちょうどいいか、2人でも余るぐらいだと思います。私みたいに結構食べるっていう人だったらね、ステーキコーチ一人でも全然いけると思います。ちょっと私はちょっと朝ごはんが早かったのとありますんで、全部いけそうな気がしちゃいますね。それではゆっくり食べたいと思います。でチェックをするとね、特に伝票とチョコレートがもらえるので、まあ、これを払ってね、出るという感じですね。それでは出たいと思います。それではね、ピータールーが出ました。今回は、チップ込みで137ドル、1万4000円ちょっとぐらいですかね、かかりました。ステーキ交通でだいたいそれぐらいのくらいとなります。でここのお店はですね、クレジットカード使えませんので、現金をね、ある程度持ってくることをお勧めします。で結局ですね、今回私は、開店と同時を狙っていったんですけども、やはりダメですね、開店直後も。結局私も1時間半いかないぐらいまで待たされましたので、やはり狙い目としては平日の、2時から3時、今帰りなんですけども、今ねだいぶ空いてきて待ってる人もいない状態になりましたので、やはり開店間際もダメで、予約してない場合はね、やはり平日の2時から3時ぐらいを狙って行かれると、すぐ入れるんじゃないかなと思います。それでは今回の動画は、こんな感じで終わりたいと思います。今回、ピータールーガーのステーキハウス紹介させていただきました。この動画が役に立ったという方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。